本日もよろしくお願いいたします。本日は、まあ、雑談形式でいろいろお話をさせていただいております。ラジオ感覚でお聞きになっていただけると幸いです。内容はですね、大まかな内容なんですが、ひょうきん族、ドリフ、同じお笑いのカテゴリーで、ライバル視をしてぶつかり合う新日本プロレス、全日本プロレス、同じカテゴリーでぶつかり合う、このまあ内容が半分なので20分ぐらいかな、24分ぐらい前半お話をさせていただいて、後半は UWF が格闘技とどういうふうに関わっていくか、向き合っていくかっていう内容、あとはまあちょこっと変造戦のテーマ曲のお話だったり、赤いパンツの YouTuber かっこ村西徹だったり、まあ競技への嫉妬、前田猪木さんのプロレスの市民権などを、まあそこはまあざっくりこう部分部分題材にしておりまして、まあほぼ雑談なので、ラジオ感覚で聞いていただけると幸いです。以上となります。引き続き今回の収録の模様をご覧いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。何しましょう。もしもし、もしもシリーズもう一回言ってみます。もしもシリーズいきます。もしもシリーズ、これで何がありましたっけ。もしもシリーズと、この間何やったかな。もしもと、なんだっけ、長州さんの話でしょうかね。そんなもんじゃないですかね。あと雑談、何やりましたっけ。ちょっと細かくは覚えてないんですよね。でもなんか結構撮りましたよ。結構撮りましたね。もう富士山のしか覚えてない一発目であんな盛り上がっていいのか的な、最初で最後の盛り上がっていいのかって、我々だけ盛り上がってますからそうですね、その盛り上がりに乗じてもしもシリーズをいくか。はい、それとかそのプロレスの歴史を話したりするのってどうなんですか。いや、いいと思います。あとそうだす、この間はあの藤波辰巳について話した。そうでしたっけ、で、いわゆるその UWF、 はいはい、そんな感じですね。プロレスラーとして入った、格闘家として入った、はい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 、あ、そっかそっか。でそっからまあちょっと総合の話みたいなのもやって、あれはね、もっと全然またパート別に分けられると思うんで、なるほど。まあ、あれも当然アップしちゃっていいと思うんですけど、あれものもっと深い部分もいくらでもできると思うので、はい、志村けんさんが亡くなったじゃないですか、はい、残念ながら。志村けんさんが亡くなったおかげで、また再びそのドリフターズのコントの面白さというスポットがまた当たって、亡くなったおかげでっていう言い方が失礼ですね。そうですね、なんて言ったらいいんですか、こういう場合は。まあその過去を振り返る機会が増えたんでしょうね、見る機会が増えた。志村けんさんが先日お亡くなりになった。大丈夫ですか。すいません。やめますよ。ちょっとやめやめやめ。
志村けんさんが先日お亡くなりになって、うんうん、また改めてそのドリフターズのコントの面白さっていうものに再びスポットが当たり始めてますよね、うんうん、で確かに今見ても面白い、うん、ドリフのコントという、はい、普遍的な面白さが、はい、で一方一方という言い方が合ってるかどうか分かりませんけど、うんはい、そのドリフターズがちょっとマンネリ化してきた時に浮上してきたのが、うん、ひょうきん族だったんですよね、うんはいはいはい、で同じ土曜日にやって一度そのドリフの8時台全員集合の視聴率をひょうきん族が超えたことがある、うんうん、で明石家さんまさんが、うん、ドリフというのはまあ横綱だと、うん、志村けんさんは横綱だと、はい、で我々はまあその当時の王者、うん、これはさんまさんが言ったかどうかわからないんですけど、うんまあ、その自由に乗った新しい王者だったけれども、うんうん、もう一回撮り直していいですか。はいはいはい、いいですよ。ちょっとね今降りてきました。いろいろ降りてきました、はい、相当降りてきました。こういう感じ。もう一回ちょっと一回撮ります。志村けんさんちょっと飲んでいいですか。どうぞどうぞって僕がどうぞどうぞっていうのおかしいですよ。これここは今まで撮ったやつ一気に切っちゃっても大丈夫ですよね。特に重要なこと喋ってないですもんね今はね。あそうですね。もしもプロレス歴史志村けんさんドリフのコントとひょうきん族、志村けんさんが先日残念ながらお亡くなりになりました、うん、で僕もドリフターズが大好きだったんですけど、はいまあ、そのまた再びそのドリフのコントの面白さみたいなものにスポットが当たってますよね、うんうん、で明石家さんまさんもそのドリフというのは横綱だったと、うんうん常に胸を借りていたと我々が、はいはいはい、というような追悼のコメントをしていて、はい、あなるほどなと思ったんですけども、ドリフターズもずっと僕らは子供の頃から見てきて、うん、でもちょっと一時飽きられた頃があって、うん、小学生だった僕らが中学生高校生大人になるにつれてちょっとずっと同じようなことをやっているというある種錯覚のもとに飽きられてきたという、うんことがある中で出てきたのがひょうきん族だ、うんうんうん、でひょうきん族というのは、まあ、新しい形の笑いと言われていて、うん、その時の、自由に乗ったものであってでいろんなその時代のものを取り込んで、うんうんトップスピードで走っていったお笑いの先端を行くスタイル、はい、これダラダラ喋ると、はい、言われますからね。クレームしますから、はい、大丈夫です黙って聞いてろと、はいでまあ、いわゆるですね、うん、よく例えられるのが、うん、ドリフというのは全日本プロレス、うんはい、でひょうきん族というのは、うん、長州力やタイガーマスクや、うん UWF 勢なども含めた、うん大ブームを巻き起こした頃の新日本プロレスだ、はいはいはい、みたいなことが一時期言われていたことがあったんです。そうなんですか、ね、なるほど。これについてはどう思いますか。いや、うん、合うぴったり、うん、しっくりきますね。ドリフの笑いっていうのはタムちゃんはどうなんですか。ドリフの笑いはやっぱ面白かったですし、うん、そのある時期ですかね、うん、やっぱ小学生ですよね、はい、小学生とか子供の頃に一番ハマりますよね、うんうんうん、やっぱりその、うん、その頃に、まあ、その全日本新日本っていうのに結びつけられると、あれです、うん、ちょっと別の次元の話になりますけど、うん、やっぱりその小学校とかっていうのはもうガンと残るじゃないですか、うん、その時期にテレビとかなんか経験とかすると、うん、だからまあ今回の志村けんさんということだったんですけど、うん、やっぱりまあ亡くなって
からやっぱ過去を振り返るっていう思い入れなどを含めて懐かしいものもあるんですけど、小学校の時にガンっていうドリフターズっていうのが入ってきて、そこはもうずっと消えないところなんで、だからまあその今のは大丈夫ですか？はい、大丈夫。いやいや、大丈夫。ダメだな。え？大丈夫？40。リチギですね。いや、感づきませんが。まあいいや、やめましょう。大丈夫だったら、まあ、カットしないかもしれません。ドリフのコントは、すごく面白い。大丈夫ですか？だらだら喋ってると、やめろって言われますよ。大丈夫ですか？要は、まずじゃあ、ドリフは、タムちゃんは好きだったってことですね。好きです。はい、好きですね。はい、で、小学生の頃に、ものすごい、やっぱ、影響を受けた。影響を受けた。ヒゲダンスとか。ヒゲダンス。ヒゲダンス。トランポリン、トランポリン、長本さんの、ああなるほど、あなるほど、ああいう動きのあるものなんか印象残ってますね。へえ、ヒゲダンサーと一丁一丁目、うん、一丁一丁東村山本堂、はい、うん、あと停電事件、停電事件、はい、有名どころで言うと、でもほぼ毎週見てましたからね、見てましたね、小学生の頃はね、でそれが中学生、まあこれ僕の世代の話なんですけど、はい、僕タムちゃんよりちょっと上なので、うん、小学生中学生高校生ぐらいになってやっぱりひょうきん族が出てきて、ね、ひょうきん族そっちに移っていく、そうですよね、大人になるとやっぱひょうきん族の笑いの方がイケてるじゃんっていうような、イケてるじゃんとは当時思ってなかったかもしれないですけど、そっちに惹かれていく部分があって、はい、逆にこの笑いが分かんなければ大人じゃないみたいな、うん、ドリフは子供の笑いだみたいな、はい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 、ところが、この志村けんさんの逝去、をきっかけに、追悼番組とか含めて、ドリフのコントをもう一度見直してみると、これまた今見ても面白いわけですよ、やっぱりあのしっかりした脚本とそれを演じる側の本気度と、クソ真面目さと、はいはいはい、クソ真面目さ、クソ真面目さと、それから、時折入る信頼におけるアドリブ、ドリフはもう脚本に書いてあることしかやらないっていうわけではないんですよね、まあ、たまに脱線してたまにアドリブもあって、そのアドリブの掛け合いすらもあったりして、でいわゆる間、一番大事なのがそのコントの間みたいなものが、やはりもうたゆまぬ練習と努力とチームワーク、まあ私生活で仲がいい仲悪いっていう話もありますけれども、やっぱりそのコントっていうものを演じる上でのチームワーク、一つの方向を向いた上での、作品を仕上げる、はい、お客さんを喜ばせるみたいな熱っていうのはこう今でも伝わってくる、ですよね、だからまあ、10分の、映像を流すのにやっぱまあ裏でその 何十倍、そうです、3時間4時間で打ち合わせしながら、そうなんですね、だからあれだけこう今見ても色あせないものが作れたという、で一方ひょうきん族というのは、その時代に見ればすごく面白かったし、熱もあったしエネルギーもあったし、スピード感もあったんだけれども、今見たらドリフほど面白くないよっていう意見もネットで結構見受けられていて、確かに普遍的なのはドリフの方かもしれないなという、こういう意見についてはタムちゃんどう思いますか？お笑いの話でいいですよこれは。でもまあその人間として成長していく過程の中でドリフを通ってきた世代の方だったり、やっぱそこで飽きだったり、その年齢によって趣味だったりが変わってくるんで、そこの部分は仕方ないと思いますね。だから今ドリフとひょうきん族ってこう2曲って話してますけど、
ドリフの中にもドリフはドリフの一つのカテゴリーで、うん、小学生の時は楽しかった、うん、でも高校になるとつまんない、うんうんうん、っていう楽しみが2つあると思うんですね、うんうん、年代によって、うん、でひょうきん族も、まあ、小学生も楽しめるとは思いますし、うん、高校生も楽しめると思います、うん、でも多分そこは細かく言うと個人の趣味だと思うんですね、うんうんうん、だ大きく分けるとドリフとひょうきん族で、うん、ドリフは子供向け、うん、ひょうきん族はまあちょっと中学生高校生向けっていうのは分かれますけど、うんうん、まあ個々の問題でもあると思いますね、うん、答えになってます。いやこうやっぱ個々の問題だっていう答えが多いですよね。あ僕ら、ええ、うん、まあじゃあこの大きく2つに分けると、さすが孤高の天才ここの問題だけありますからね。わかりました。はい、ここっていうのは僕ここって言ってたんですよ。あ本当ですか。なんだ。信用した私が。うん、でもまあどっかで飽きは来ると思いますからね。ずっと定食ばっかり食ってると飽きるでしょうから。だからプロレスに歴史ちょっとごめんなさい。歴史は繰り返す。歴史は繰り返す。はい。うん。でドリフが面白かった。うん、でも飽きが来てひょうきん族。で、ひょうきん族にも秋が来るとドリフになる。なるほど。まあ、歴史。なるほど、なるほど。で、そんななるほどって思ってないでしょ。いやいや、思ってますよ。歴史は繰り返す。あ、まあまあまあ、まあ、言わんとしてることは分かる、うん。うん。なるほど。でも、プロレスで言うと、全日本プロレスはそんなに興味なかったですよね。はい、興味ないですね。うん、だからさっきちらっと言ったかもしれないですけど。興味、ごめんなさい、うん、興味がないっていう言い方じゃなくて、印象に残ってなかった。あ、興味はなくないです。だからいわゆるコントの間であるとか、はい、プロレスにもやっぱ間ってあるじゃないですか、うんうん、その間の取り方みたいなものがもし王道だとすると、うん、やはりいわゆるコントの間、うん、あるいはお笑いの間っていうのは、ドリフの方が王道である、うん、みたいな結びつけ方をされる場合もあるわけですよ、うんうんうん、それあれじゃないですか、全日本プロレス枠でいうと、うん、全日本新日本に分けるんじゃなくて、うん、そういうこう地味というかそのストロング、どういう表現したらいいのかなこう本来のプロレス、うん、本来のプロレスっていうのは、うん、今、うん、どこが本来か分かんないんですけど、その今はもうロープに飛んで場外に、うんうん、と飛び出すみたいなのが当たり前でしたけど、昭和のプロレスってそんなじゃなかったじゃないですか。まあロックアップから始まって、はいはい、もう地味な攻防からの、いわゆるプロレスのその技術というか、はい、ノウハウというかあるじゃないですか、うん、いわゆるアメリカンスタイル、はいはい、アメリカンスタイルのものが発生したものが全日本プロレスですよね、うんうん、だタムちゃんは選手としては経験したことがない間だと思うんです、うんうん、はいはい、アメリカンスタイルというもの、はいはい、うんうん、いわゆる、まあ、リック・フレアとかハーリー・レイスに代表されるような、うんうん、テンポだったり、はい、うん、間ですよね。間ですよ。だからいわゆるその長州力さんとかがハイスパートといって激しいプロレス、感情を出し切るプロレスみたいなものは、うん、これはプロレスとしては邪道だという言われ方をされた時期もあったわけです。はあ、はあ、長州さん的な戦いが、はいはい、あるいはその当時の新日本プロレス、この戦い方というのはプロレスの技術としてはもう全然成り立ってないみたいな言い方をその当時のプロレスの専門家から言われてたこともあったんです。あくまでもプロレスの本道というのは全日本プロレスの中にいると。だからもちろんそのアントニオ猪木さんの異種格闘技戦だとか、はい、猪木さんのやっている一連のプロレスも馬場さんのプロレスに比べると全然なってないみたいな、ね、大げさに言うとなってないみたいな言い方をされてた、うん、でそれに対するジェラシーも猪木さんの中にはあったんだと、うん、なるほど、だから違うプロレスを作ってやる、うんうん、
ひょうきん族の人たちも意識してたかどうかは分かりませんけれども、やっぱり土曜8時の同じ時間帯にぶつかった時に、打倒ドリフ、ドリフを、打倒ドリフ、それからドリフにない笑いを作ってやろうっていうエネルギーがやっぱりひょうきん族に、その時代を巻き込む形で、あるいは見ている人たちを巻き込む形で生まれたんだと思うんですよ。まさにそのいわゆる長州力さんや南辰巳さんが台頭してきた頃の新日本プロレス、まあ、エネルギーとちょっと似てるんですよね。似てますね。ちょっと無理やりかもしれないですけど、20年前30年前そんなような、議論もよく交わされていた、でつまりなんでこんな話をタムちゃんに振ったかというと、その全日本プロレスのことが印象に残ってないとすると、プロレスの定型っていうのは、あまりタムちゃんにとっては意識されてなかったっていうことですよね。あくまでもされてないですね。あくまでもプロレスの提携は新日本プロレスにあったんだなと、はい、っていうことですかね。そうですね。だからどうなんだろうな、まあ一発目に見た印象に残ってるプロレスがやっぱ新日本、系だったので、だ藤波さんのそのドラゴンロケット、まあこれも話しましたけど、流血して、すごい苦しい戦いの中、弱点で勝つようなイメージだったんで、それがすごく頭に残ってて、多分ねジャンボ鶴田さんの試合も見てたとは思うんですけど、間とかそういうのは全く、まあ小学生のうちは分からないですよね、だからまあその歴史を繰り返すっていう言葉で言うと、あの相撲のが分かりやすい、ちょっと話しておりますけど、相撲の要は仕切りの間あるじゃないですか、あれで小学生見ても全く理解できない、立ち合いですよね、はい、むしろ相撲知らない人は何やってるか意味が分からないですよねなんで早く戦わないの、と思いますよね。だけど、ちょっとまあ50、60になるとああいうあの間がこう楽しめたりする年齢にもなっていくんで、だからそれと同じで小学小さい子あんまりこう頭に情報量がない子供時代は、ああいう長州さん、長州藤波の戦い、長州さん、藤波さんの戦いだったり、タイガーマスク、猪木さんの、あれ、それ、タムちゃんがいくつの時でしたっけ、長州藤波、タイガーマスク、長州藤波さんは、中学2、3年ぐらい、ああ、そうかそうかそうか、1983年なんで、じゃあもう ほぼその時が第一次遭遇みたいな感じなんでしょうね。それまで、そうですね。それまでは見てたにせよ。はいはい。ああ、そっか。僕の場合はもう幼稚園の頃から、日本プロレス時代から見てました、ね。おお、なんかそっちの方が興味あります、全日本、新日本になる前からずっと見てますからね。ほう。だからプロレスの本道が、いわゆる全日本プロレスにありって言われると分かるんですよ。ああ、なるほど。ずっとそういうプロレスを見てるから。あ、はいはい、はい。お笑いで言うともうドリフしか見てなかったんです。アヒルの子が初めて親見た人が親になるみたいな感じですかね。でもやっぱり中学高校になると新日本プロレスに勝っていきますけどね、それから UWF の方に行きますけど、そしたら逆に、その日本プロレス、ちょっとこれ話変わってもいいんですか、まあ、繋がってますけどいいんですかって僕に聞かないで何をそのドリフとひょうきん族全日新日っていうの、これ結論ってどこなの？結論としては、だからその、タムちゃんってお笑い好きじゃないですか。はい、まず結論というか、まずドリフっていうものに対しての印象を聞きたかったのと、それからそのドリフが全日本、ひょうきん族が新日本とした時に、どういうイメージとか、そういったものをお持ちかなというのを聞いてみたかった。多分でもおっしゃる通りのイメージだと思いますね。ドリフ、ひょうきん族、全日本、新日本、だけど時代によって秋が来たり、また新鮮に感じたり、今見たらどうですかね、ドリフとひょうきん族、タムちゃんが見た、ドリフは、
今、まあ、志村けんさんの件で、うん、僕も振り返っていうかこうリアルタイムで過去、うん、2020年の、昔のドルフの映像を見たりしますけど、うん、面白いですね、うん、はい、面白いですよね、うん、面白いです、うん、吉本新喜劇にも似てる部分があると思うと思うんですけど、うんうんうん、面白いんですけど、やっぱり人って飽きが来ると思うので、うんうん、そこをずっと楽しめたり、うん、次新しいものに行ったりするのもあるんですけど、うんうん、もう根本の部分はやっぱり小学校の時に、うん、ああいうドリフのコントを見て育った世代っていうのはもうずっと心に残っていると思うので、うんうんうん、そうだから僕が、まあ、今回のこの話のテーマというのは、うん、いやまあ普遍的っていうのはどういうことかっていうことで、うん、ずっと続いてるプロレスっていうのは、うん、残念ながら今のプロレス界の中にはないような気がするんですよ。なるほど、うん、いろんなスタイルのプロレス出てきました、ね、うんうん、でタムちゃんはタムちゃんで U スタイルっていうものをやっていて、うんうん、で UWF も伝説にはなっていますけど今はないわけで、うんうん、で全日本プロレスも形を変えて人を変えてつながってますけど、うん、そうですね、あの当時のいわゆる間を残したプロレスというのはあまりない、うん、時々見かけたりはしますけど、うん、で今の新日本プロレスも何度かこう代替わりする中で、うん、アントニオ猪木さんのやってきたストロングスタイルでもない、うん、で WWE でもない、うん、いわゆる低迷してた頃の新日本プロレスのスタイルでもない、うん、格闘技路線でもない、うん、やっぱり今独自の新日本プロレスを築いてるわけですよね、はい、うん、だからこう結構プロレスの歴史って分断されて、うん、いくつか分断されてきて、うん、でそれの分断される大きなきっかけが格闘技の台頭だったと思うんですけど、うん、だから UWF はなぜなくなってしまったのかというですね大きな命題がテーマがあるんですよ、うんうん、でそれをなくなってしまったいわゆる UWF という概念あるいは U スタイルというスタイルを、うん、なんでタムちゃんがずっとこだわりながら掲げているのかと、うん、これまた難しい話があるわけです、うんうん、というために、ドリフとひょうきん族の話を振ってみたという、うん、話なんですけれども、でもまあドリフもひょうきん族もいずれはなくなる時代もあって、うんうん、もし仮に続けられるとしたら、うん、ドリフ、ひょうきん族、まあ、全日本、新日本、うん、UWF っていう新しいお笑いの3本柱では僕確立はしてたと思いますね、当時ですね、うん、続けられるんであれば、だからそこで UWF がもし続いてたとしたら、うん、やっぱり格闘技との接点というのは絶対持たなきゃならなかったですよね、うんうん、流れ的には、うんうん、はいはい、格闘技界との接点というか、はい、新たに台頭してきた格闘技との接点もそうだし、うんうん、いろんな格闘技と交わっていかなければならなかった、まあ、それがある意味運命じゃないですか、確立していくために、うん、でもやっぱり格闘技方面に、本気でこうプロレスラーとしてぶつかっていったのが、うん、まあ、田村清だけだったという部分もある。僕だけですか？ UWF のスタイルを残そうとしてなのか、何なのか、その UWF の選手だって、そうですね、UK を意識しながらやってきた、はいはいはい、だからそれがまあ以前タムちゃんが自分自身で言ってましたけど、うん、これはやらざるを得ないという、うんうん、ところに巻き込まれた瞬間があったと思うんですけど、その覚悟の決め方みたいなものが面白いんですよ、うん、なるほど、うん、まあ一部、まあ、人数は圧倒的に少ないでしょうけど、そういう人が僕を評価してくれてるんでしょうね何の話ですかちょっと待ってくださいタムちゃんを評価してるしてないの話ではなくてですね、今。いや、まあ、いいです。これはね、うん、ちょっと、個人的にも深く切り込みたい問題なので、今すぐじゃなくてもいいんです、これは。うんうん、やっぱその、格闘技というか、大きなうねりの中に、
自分が身をもってこっちに行かなければファンの期待に応えられないと思って、うん、本当に死ぬほど練習してた時期があって、はい、うん、でしかもまたそこに UWF というものを背負って出ていく、うんうんうん、まあ本当変造戦の時の田村清志なんて別人ですもんね今とね。まあ一番輝いてた自分で言う今いやいや輝いてた震えますよね本当にあそこで UWF のテーマが鳴った時には、うん、あれちなみに UWF のテーマかけたいって言ったのは田村さん自身ですか。いやいや変動戦の時は、ね、名古屋にお世話になってる方がいて、うん、その名古屋のお世話になってる人がベンツに乗ってて、うん、ベンツの中でその UW のテーマを流して、うん、大音量で、うん、でちょうど僕が変動戦をやる前だったんです、うんうん、でこれこの曲やっぱ改めて聴くといいですねっていうので、うんうんうん、で坂田が横に座ってて、うん、これ坂田って坂田渡るですか。はい、坂田渡るが。でこれなんか曲入場テーマ曲使えばいいじゃないですか的な感じ、うん、ただそこの空間で決まった感じです。あ、渡るの中ではあれは俺が決めたんだっていう話になってるあれは俺がアドバイスした、うん、まあまあそれはまあ人の捉え方ですから兄貴にねアドバイスしたのは俺だからという話になってます大丈夫ですかそこまで。ああ、いいえ、僕の想像です。だからまあ最終的に僕が決めてスタッフ、そのリングスのスタッフにちょっと用意しといてくれって、次この曲でいきたいからっていうのは僕が伝えましたけど、あれはハマりましたね。ハマりました、うん、あれはハマった。まあでも大した実績ないんだよな何のですか、何についてもう本当コアなファンじゃないですか。コアな一部分が評価してくれてるだけであって、僕はもっと評価してほしい世間を、あ、うん、巻き込んでというか、うんうんうん、だからもう YouTube で何百万回再生を何回か繰り返せば世間が注目してくれます。そこでちょっとアイデアがあるんですけど、はい、そこでアイデアがあるんですけど、はい、赤いパンツの YouTuber になってそれはちょっとどういうことですか。もう少し深掘りすると赤いパンツの YouTuber、 それは題名を変えろってことですか。はい、赤いパンツの YouTuber、 YouTuber として売り出すんですよ、タムちゃん。赤いパンツの格好して、ええ、まあ、赤いパンツ一丁 で、あの村西徹監督みたいにこうビデオを肩にかかって上半身下半身裸で赤いパンツ一丁で、村西徹監督のナイスですねの代わりに何か決め台詞を決めて、それちょっとテーマ変わるんだよそれはちょっとまた違う時期YouTube を常に面白い YouTube を配信していく何の配信するの。いや、わからないです。そっち僕がね、赤パンでカメラ変えて撮るナイスですねそっちの企画の方が思いつかないですね。本当ですか、はい、それで、それ手動でビール瓶を渡すればいいじゃないですか赤いのが一時的にはいきますけど僕はね、細く長く続けたいんですよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあいいじゃないですか。さっきの変動線の話も含めて、うん、もっと評価してもらいたいっていうか、矛盾してるじゃないですか。あれだけの評価もらえればいいじゃないですか。そうですね、そうですねってそれはね、うん、人間ないもののねだりなんで、評価されたらされたで、うん、うざいなと思うんですよ、うんうんうん、実際のところ多分、うんうん、だこれくらいでいいのかなと思うんですけど、うん、ああ、これくらいっていうあれだな、もうこの規模、うん、もうコアなファンが評価してくれたらいいなとは思うんですけど、なんかたまに寂しくなるときもありますね。ナイスですねやめてくださいこれはぶっちゃけちゃう。なるほどね、もっと評価されてもいいんじゃないかと。
そう、自分の追い込み具合が、もう本当これ、パトスミの時もそうだけど、うん、人生かけてるぐらいだったんで。さっき、そんなに実績ないんだよなって言ったら、何の実績のこと言ってたの？実績っていうのは、その、なんていうんですかね、やっぱ、こう、名前のある人のが、実績なくても実績ついてるよ、思うじゃないですか。はい、例えばどういうことですか？あ、ごめんなさい、実績じゃないな。実績じゃないですよね。うん、実績じゃないな。この実績にしては、評価が低いということを言いたいですか？それだと全然意味が違ってくるんですけど。バウバウです。そうです。バウバウです。古いな、バウバウって。そういうことですね、うん。これだけの実績を死ぬ気になって残してきたのに、うん、いや、これだけの実績っていうのは、うん、あれですけど、まあ、自分なりに、うん、頑張って体を張って死ぬ思いをして実績を、うん、残したつもりなのに、なのに、はい、それほど評価されてないんじゃないかと、うんうん、いう気持ちになる時もあると言いたい時もあります。なるほど。それに比べてあいつはそんなに実績もないのに人気あっていいなあいつっていう人もいるわけです。います、ね、いるんですか？います。誰ですか？誰っていうのは、それはそれ運なんでしょう。例えばですよ、うん、その WWE に日本人選手が上がる、うん、これは特定その誰かっていうのを特定してるわけじゃないんですけど、うんうん、WWE に日本から上がったんですよ、うん、そしたらもうスーパースターになるわけです、うん、日本での、うん、まあもちろん実績があるから WWE に上がるんでしょうけど、なんかそういうのに比べるとっていう感じになりますね。わ、うん、かります。あ、いい、 WWE やめようかな。なんでですか？え、タジリのこと言ってますか？違う、誰っていうわけじゃないです。だからそれは彼っていうか、日本人選手は日本人選手頑張ってるんでしょうけど、うん、その規模の問題ですね。またそういうなんか注目されて自動的にスターになれるようなレールに乗れてないと、自分の努力の割には。そうです。そういうことでもない。あの WWE になると変にまたちょっと誤解されちゃうんで、うん、訂正しますけど、うん、プロ野球で、まあ、これも言ったかな、プロ野球で高校野球通ってプロ野球ドラフトかけられてプロ野球の世界入ると、うん、でプロ野球ってのは日本全国の競技を知られてるわけであって、そこで、まあ、例えば10勝っても大変でしょうけど、ピッチャーがね、ピッチャーが10勝っていうのも大変でしょうけど、うん、でも 10勝の価値として評価をされるわけですよね、うんうん、日本全国。でも僕がいろいろヘンゾとかパトスミとかやったとしても、うん、それは評価はされたとしても、プロ野球の見る、応援するファンの人の絶対数に比べると低い、まあ、運動が違いますからね、じゃないですか、うんうん、だから結局そこでそのもう競技に対して嫉妬してるのかもしれないです、うん、あ、なるほど。プロ野球とか、うん、まあ、大相撲もそうでしょうし、うんうんうん、そうですね、まあ、だからアントニオ猪木さんもその、ね、古いあれ例えになりますけど、プロレスに市民権をということで、それまでの旧来のプロレス、従来のプロレスを壊しにかかって、うん、プロレスにそのいわゆる今タムちゃんが言ったような、はい、世間を振り向かせるような業界にしたいという思いでやってきたわけですよね。はいはいはい。で、まあ、UWF もそうだったと思うんですよ。プロレスに市民権をっていうのは猪木さんが言ってたんですか？そうですね。ほう。猪木さんが言い出したことですね。前田さんが、うん、UWF、新生 UWF を旗揚げするときに、うん、雑誌のインタビューで、うん、プロレスに市民権を、感じで言ってた。ああ、じゃあそれは猪木さんの教えを言ったんじゃないですかね。はい、ああ、まあ、影響を受けたというか、前田明さんは、うん、俺がやってきたことはアントニオ猪木が言ってきたこと一字一句違いなくやってきただけだと言ってました。ああ、
なるほど。だけど猪木さん自身が違う方向に行っちゃった。だから俺は裏切られたんだということなの。まあ深いな、うん、それも一個お話できますね。できますねって、うん、いや話できますねっていう話聞きたい、聞きたいですね。そこなんで僕が話するんですかそれ。じゃあこういう歴史って、うん、ね知るべきだと思うんですよ。そうですか、うん、僕の世代もプロレスファンはみんな知ってるんじゃないですか。あもうあれか、若いファンは知らないか、うん、知らないですね。50だから、うん、多分第一次その力道山アントニオ猪木馬場さんの日本プロレスですか、うん、あの世代の方 の, その 歴史の証人って方は、うん、だいぶ少なくなってきてるんで。そうですね、うん、だから僕らは、うん、その新日本プロレスの金八、金曜8時のタイガーマスクがの世代なんで。金曜8時はもともと日本プロレスがやってた時間帯なんですよ、うん、金曜それだから、うん、ちょっと一回切りましょうか、うん、日本プロレスとの日本プロレスのその世代の話を、これ今回一回、今回は志村けん、ひょうきん、あ、ドリフ、志村けん、志村けん、ひょうきん族ドリフの話題だったんで、一回切ります。まとめましょう。あれ、最後何話してましたっけ。最後はプロレス市民権、その前は僕が、プロ野球とか。そうだから、あ、そうだ、じゃあプロレス市民権の話でちょっと話してるんですけど、うん、要は、さっき言ったようにアントニオ猪木さんの教えを一軸違わずにやろうとしたのは、うんうん、やってきたのが俺なんだというのを前田明が言っていて、はいはい、だからそのエネルギーっていうのは新日本か、あるいは猪木さんからユダブリに継がれてる、うんうん、で他の競技、他のスポーツに負けないように振り向いてもらおう、うん、世間を巻き込んでいこう、うん、っていうのは伝えられたと。かたや馬場さんというのは常に言ってたようにプロレスはプロレスだと、うんうん、だからスポーツの中の一ジャンルでいいんだ、うんうん、だから常に毎日、コツコツとやっていれば、うん、それでいいと。それは3000試合、うん、無欠場何回とかそういった、いわゆる地道にずっと長く無事これ名馬、はいはい、定番の定食か日替わりの定食かっていう今そうそうって言ってくれるかと思ったら今ちょっと定食が来ましたね。今ちょっと自分でも目をパチパチしてしまったのがよくわかりました。要は日替わりの定食じゃないわ、定食、定番の定食を馬場さんが求めていて、はい、猪木さんは日替わりの定食、うん、そうですね、まあ、定食に型はないんだと、うんうん、定食だからといって定食を食べる必要はないっていうわけのわかんないことを言いながら一週間草店をやったようなもんですよ、うん、で当然馬場さんたちからしてみればあんなのプロレスじゃない、はい、うん、で当然日本プロレスから残ってるプロレスの専門家評論家たちは、うん、昔からあるプロレスのスタイルがこそが王道だと、うんうん、だ常にお笑いの評論家もひょうきん族のお笑いよりも、うん、実はドリフの、コントがこそがお笑いの王道なんだと言ってた専門家もいるようで、それはどのジャンルでも同じで、やっぱ時代を突き破ったお笑いでいうとひょうきん族、プロレスでいうと、新日本プロレス、あるいは UWA に変えますの、はい、時代を突き破るエネルギーっていうのはやっぱりその時にあるもので、この間タムちゃんが言ったけど、やっぱ UWF には UWF の、人材が集まってきて、新日本には新日本に、いろんなその時に集まらなければならない人材が集まってくるっていう意味では、やっぱりその当時のひょうきん族にはものすごいエネルギーがあったっていうことですよね。そうですね、だから僕が今回の締めとしたいのは、うん、あのなぜそのエネルギーを持った UWF が、うん、今現状として残ってないのか、う
まあ、タブちゃん一人がユースタイルというものをやっている。ここの話に次回以降つなげたいんですよ。なるほど、じゃあ一回切りましょう、はい、それはそれでちょっと、うん、はい、それがもう最後に出てくるわけで、いいですか、大爆笑です。